もし今新型ウイルスが蔓延して世界規模の感染爆発パンデミックが起こったとしたら、私たちの日本はどうなるでしょうか。未曾有のウイルス感染爆発パンデミックを描く映画史上初のパニックエンターテインメント感染列島、泉の市立病院の看護師三田貴子役、国中涼子さんです。こんにちは、三田貴子役の国中涼子です。この作品では今回看護師そして母親役を演じさせてもらいました。日々感染が広がる中で、看護師としてもこの責任を果たすか、家族を守りたいっていう気持ちと心の葛藤を見ていただければなと思います。よろしくお願いします。ポチャンファクトリー公式サイトをご覧の皆さん、こんにちは、国中涼子です。今日はですね、感染列島、映画の制作発表でした。公開が来年の2009年1月17日に公開されます。ウイルスの話なんですけども、とてももう一秒一秒が見応えのある、迫力のある、作品になっていると思います。私は看護師として登場してますので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。それでは。